自分を表現する上で大切なポイント、慶応義塾大学商学部4年の極力息使い切るように話してみる。これに合わせて入ってもらっていいですか？すごいレッスンだこれ。どうもしゅんです。こんにちは。今回は最近動画エントリーが増えてきてるんですよね。それにあたって動画での自己 PR を練習するための動画になっております。実際の就活生とゲストの方に来ていただきました。はじめまして。株式会社カエカ代表のスピーチライター千葉香織と言います。私たちはですね、スピーチスクールグッドスピークなど伝える力の育成をする会社をやっております。どうぞよろしくお願いします。慶応義塾大学商学部から参りました韓国人留学生のイヒョンスンと申します。最近就活の状況どうですか？最近は落ちまくってますね。お祈りのメールをたくさんいただいている状況で、自己 PR 動画ご助言をいただいて改善していきたいというふうに考えております。というかですね、今回は一番最初にヒョンさんの1分間の自己 PR 動画を撮って、フィードバックを千葉さんからいただいて、で改善した動画も皆さんにお見せできたらなと思ってます。はい、慶応義塾大学商学部4年のイヒョンスンと申します。私の強みは国籍でしたり、考え方の異なる人たちをまとめる調整力にあると考えております。その強みが発揮された経験としては、ゼミの一環である日韓シンポジウム企画を行った経験があります。具体的に申し上げますと、コロナの影響でその日韓シンポジウムが20年間対面だったのがオンラインになったことで、ゼロから立ち上げなければいけないっていう状況の中で、私が日韓の強みでしたり、それ長所を考慮して役割分担を行ったことによって、5時間のミーティングタイムですかね、が3時間にまで減らした。で、かつさらに参加者満足度が4から8にまで上がった結果が得られました。あと以上、そうですね、このことによって私の強みである国籍でしたり、考え方の異なる人たちをまとめる調整力が発揮できたのではないかなというふうに考えております。以上です。ヒョンさんに自己 PR 動画を撮っていただいたので、千葉さんにその動画を見ていただいてフィードバックいただけたらなと思います。ちなみにヒョンさん、感想としてはどうでした？まず緊張してて自分の 100% が出せなかったっていうのはあったんですけれども、3つぐらい自分自身の悪いところが見えちゃって、例えば話の速度が速すぎるとか、話をちゃんと聞けらない、最後は数字とかちゃんと伝わってないから相手も結局分かりづらい自己 PR 動画になったんじゃないかなって個人的に思ってしまいました。まず本当にありがとうございます。すごく素敵な自己 PR でした。調整力がめちゃめちゃあるんだなっていうのがもう素直に伝わってきました。ご自身でおっしゃってた3点なんですけれども、まず1点目、話の速度が速すぎるっていうところ、やはり緊張すると難しいですよね。これもちろんいろんなことを習得して改善しなければならないんですけど、すぐできる方法としては極力口を大きく開けるっていう方法なんです。日本語ってあんまり口開けなくても話せちゃうんですよね、うん、なので皆さんこんにちは千葉香織ですみたいな感じになるんですけど、うん、この速さで、でもちょっとゆっくり言おうとするだけで、皆さんこんにちは千葉香織ですっていうようにちょっとだけゆっくりになります。結果なんかとちりそうだなとか、ここ突っかかりそうだなっていうのを防止することができたりするので、まず口を大きく開けるっていうのを意識してみてください。2つ目の文章をもうちょっと切りたかったなっておっしゃってましたよね、うん、これ書き言葉と話し言葉の大きな違いでもあるんですよ。話し言葉は一文短い方がやっぱり分かりやすいんですよね。例えば私は先日こういうことをしてきてなんとかだったんですけれども、なんとかなんでっていうよりも、私は先日こんなことをしてきたんです、その時になんとかなんとかがあったんですね、それでみたいな感じで言った方が内容が入ってくるような感じがすると思います。ですので一文は極力短くしてみるというのを意識してみましょうと。3つ目の数字、たくさん入れたけれどもなんか伝わらないなっていうところなんですけれども、極力ゆっくり言ってみてください。例えば満足度が4から8にっておっしゃってましたよね。満足度が4から8になりましたっていうよりも、満足度が4から8になりました。今ちょっとゆっくりしただけで、うん、結構入り方変わってきましたよね、うん、こういう数字を立てるっていう意識を持ってほしいんです。さらには動画なので
せっかくなら言葉以外の情報も使った方が効果的だと思います。4から8になりましたってやっても全く問題ないし、むしろ視覚情報も一緒に入ってくるので、あ、こんなに満足度を上げたんだっていう感じになります。なので言葉だけではなくて全部を使うと思ってもらえたらなと思います。なるほど、ありがとうございますはい、ということでですね、実践編ということで今から動画を再生して止めながら柴崎レクチャーしていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは動画流しながら細かく確認していきましょう。はい、慶応義塾大学商学部4年のイ・ヒョンスンと申します。一番最初、はい、って入ったのお分かりでしたか？これなくてもいい言葉なんですよ。あーとかえーとかあのっていう無意識に出る言葉ってフィラーって言うんですよ。これは動画の時は極力ない方が伝わりやすいって言われてます。なくすためにはですね、息なるべく吐き切ってみてください。フィラーって、皆さんこんにちは、千葉香織と言います、今回はですねみたいな感じで息が残ってる状態で文章をつなぐ時に使っちゃうんですよ。なので皆さんこんにちは、千葉香織と言います。今日はスピーチ、プレゼンテーション、話し方について学んでいただきたいと思いますみたいなことを言う時っていうのは、一文全部言っちゃった方がフィラ出にくくなってきます。極力息使い切るように話してみる、あとはフィラー極力出さないようにするって意識でやってみる。どうしても入って言いたくなると思うので、その分こんにちはとか、はい、よろしくお願いしますとかっていう最初の言葉を、自分の中で落ち着く言葉を見つけちゃうといいですね。国籍でしたり考え方の異なる人たちをまとめる調整力にあると考えております。もっともっと良くなる方法があります。それは間を確保するっていう、実はこの話してる間しっかりと間を取るっていうだけで前話した内容が分かりやすくなるんです、聞き手が整理できますもんね。そうなんです。例えば、皆さんこんにちは、開花の千葉と申します。今日はプレゼンについてお話ししていきたいと思います、よりも、皆さんこんにちは、開花の千葉と申します。今日はスピーチについて、プレゼンについてお話ししていこうと思いますみたいな感じで、ちょっと開くだけでなんか前の話って入ってきやすくなるんですよ。なので今回私は間を取ってほしいときにこうやってやります。1、はいってやるので、これに合わせて入ってもらっていいですか？すごいレッスンだこれ。こんにちは、慶応義塾大学商学部から参りました韓国人留学生のイ・ヒョンスンと申します。私の強みは考え方や国籍の異なる人たちをまとめる調整力にあると考えております。さあどうですか、分かりやすくなりましたよね。聞いてる方は前の内容を把握しやすくなりますので、そんな配慮もしてみてください。さあ続いていきましょうか。具体的に申し上げますと、ゼミの活動として日韓の、日韓から約12校からの学生をまとめて初めてオンラインシンポジウムを企画した経験があります。これ今いろんな情報がありましたよね。要するにオンラインシンポジウムを開催されたんですよね。今みたいに最初に具体的にはオンラインシンポジウムを開催したことがあります。これは日韓含めて何人の何人のこれぐらいすごいものだったんですがみたいな感じで語順を少し変えてもらうともっと分かりやすくなると思います。日本語って就職語つきやすいじゃないですか、なんとかのなんとかのなんとかの何をしましたっていうのがありやすいので、もう実際ここに魅力がたくさん詰まってたりするんですよね、なので最後の何をしましたっていうところから持ってって、なんとそれはこれぐらいのこういうものだったんですみたいな感じで強調したいときはこれを後に持っていくっていうような感覚ですね。なので日本と韓国12の学校を束ねたシンポジウムを開催したことですみたいな感じで丁寧に言うことによって相手に分かりやすく伝えるっていう方向にしましょうか。あとは具体的に申し上げますとはなくても伝わるんですよね。なのでそれを省いちゃって他のアピールに使った方が効果的です。最後のところ、その結果4から8に上がったと思いますじゃなくて大丈夫です。4から8に上がりましたというふうに堂々と言っていただきたいなって思いました。せっかくなので冒頭で使っている調整力っていう言葉を最後にもう一回持ってきてもらった方が締まり良くなってきます。やってみましょう。
ということでですね、ヒョンさんへの動画自己 PR のフィードバックと指導が終了したということで、ヒョンさんにアフターの方の自己 PR 動画を撮っていただこうと思います。こんにちは、慶応義塾大学商学部から参りました韓国人留学生のイ・ヒョンスンと申します。私の強みは考え方や国籍の異なる人たちを束ねて調整する調整力だと考えております。この強みが発揮された経験としては、日本と韓国12校を束ねて初めてオンラインシンポジウムの企画を完成させたことです。当時約20年間対面で日韓シンポジウムを開いてきたんですけれども、コロナの影響でオンラインで開催せざるを得なかった状況に陥りました。そこで私は代表として2点を行いました。まず1点目としては、日本と韓国各国の代表を立候補制で決めることによってコミュニケーションの効率化を図ったことです。2点目としては、各国の強みを考慮した役割分担を徹底に行ったことです。この2点を行った結果、参加者期待値4から8にまで上げることができました。私はこのように考え方や国籍の異なる人たちを束ねて調整する調整力を持っています。私はこの強みをぜひ御社でも生かしたいと考えております。以上です。ありがとうございました。はい、ということでアフターの動画終わったんですけども、今回3、40分ぐらい自己 PR の指導を受けてみて、ヒョンさんどうでしたか？非常に勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。本当に具体的に自分の短所が見えてすごく良かった、それが直せて良かったっていうのと、教えてくださる方がいらっしゃって、これを改善するためには数回の練習が欠かせない、本当必要なんだなっていうのを改めて実感しました。本当にありがとうございました。千葉さんはこういう伝え方であったりとか話し方の講座もされているということで、はい、そうなんです。私たちの株式会社カエカという会社がスピーチスクールのグッドスピークっていうのをやっています。これは内容ですね、言語化とか構成、あとは表現力、伝え方、これ両方ともやります。もしご興味があれば、はい、ぜひいらっしゃってください。あの下の概要欄に貼ってあるので、よかったら登録してください。はい、めっちゃ嬉しいです。ということで、本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。